テニスの今日をご覧の皆さん、こんにちは、坂井優斗です。高崎オープン男子ダブルス準決勝、川橋ゆずきペア対田島市川ペアの試合です。ファーストセット川橋ゆずきペアから 6-4 で、今セカンドセットが始まりました。いい突き球ですけど、ゆずき選手が攻め切りましたね。やっぱりこの身長でしっかりとこう前に来て、しっかりとボレーされると、もうなんていうかどうしようもないですよね。ここまでしっかりやられると。いいですね。ゆずき選手ももう、ファーストセット最後の方はちょっとボレーのミスが続いてたんで、セカンドセットは思い切っていかないといけないって自分でも感じてるんじゃないかなと思います。おー。今のも思い切りましたね。すごいいい動きでした。川橋選手のカバーもすごい早いんですよね。もしかしたら二人で作戦を立てて、どんどん動いていこうっていう風にやってるのかもしれないです。素晴らしいですね。トリプルブレイクポイントです。ここを、ゆずき川橋ペアがもしブレイクに成功したら、もしかしたらそのまま一気に行ってしまう流れになってしまうかもしれないですね。おー、ブレイクしました。さあ、市川田島ペアはさすがにここで簡単に終わらせないと思うので、どういう粘りを見せていくのか注目したいと思います。さあ、ゆずき選手のサーブです。そうですね、ゆずき選手のサーブはサーブで崩されない限り、今の市川選手みたいに一度返してストローク戦に持ち込むか、ポイントをいかに長くするかが勝負の鍵になってくると思います。市川選手もどんどん動いてますね。ファーストセットよりも両ペアの動き、チェンジやチェンジがちょっと増えてきたんですね。おー、ナイスリターン。コンパクトでしたね、今のリターン。ちょっとネットに当たったのかな。それにしてもナイスショットです。またブレイクチャンスです。ゆずき選手のサーブを、市川田島ペアがブレイクですね。すごいいい単発単発なポイントが増えてきてるんですけど。ちょっと今のは市川選手、悔しいポイントでした。ゆずき選手がサーブで持っていきましたね。おー、えぐいな。なんかこれだけ自信持ってドドドってやられるとどうしようもないですね。本当にあの巨体で勢いを出されるとなかなか日本国内では収まりきらないんじゃないかなと思います。これ田島市川ペアはここはさすがにキープして食らいつきたいところですね。いい突き球ですね。今のもうボレーヤーを突き破りに完全にかかってますね。川橋選手、40-30。おー、ナイスサーブです。田島選手もすごいサーブに勢いのある選手なので、市川田島ペアの方がまだちょっとサービスでのポイントが少ないかもしれないですね。川橋ゆずきペアはここをブレイクされるとまたタイに戻ってしまうんで、なんとしてもキープしたいんですけれども、やっぱり1本目2本目
こうラブサーティーになってしまうとちょっと苦しい展開ですね。これはいいリターン。ファーストセットからかなりブレイクの多い試合になっています。おー、よいしょ、1本返しました。市川田島ペアはここ、このポイントでいきたいですね。おー、取りました。田島選手が今しっかりプレッシャーかけてましたね。2オールタイに戻りました。かなりハイレベルなブレイク合戦だったんですけれども、元に戻りましたね。まだ試合の展開は分かりません。よいしょ、田島選手怒ってましたね。今悔しかったんでしょう。でかい、ただでかい。おー、ナイスボレー。田島選手やっぱネット際うまいですね。本当にファーシ選手さっきからあの前衛のアタックがかなり増えてきましたね。序盤に前衛にアタックするのはかなり有効ですね。セットの終盤にしっかりクロスへ通すことができるようになってくるので。柚木選手サーブです。市川選手も柚木選手のサーブの時はまず返すこと、特にもうロブリターンに徹底してますね。それでどうやってポイントを長くしていくかなんですけど、こういうミスを少しずつリターンゲームでも減らしていきたいですね。いいリターン。おー、すごい。展開がすごい早くなってきましたね。ファーストセットはもう少しこうじっくりじっくりっていう展開だったんですけど、今もお互い来た球来た球を殴り合ってるような感じですね。柚木選手いいですね。しっかりラリーに持ち込まれる前に仕留めることができてるんで、サーブで押し込みながら、田島愛知カフェもロブで対応してるんですけれども、そこをカバーし柚木ペアが決めきってますね。3-3です。かなりわからない展開になってきました。もしかしたらファイナルタイブレークに行くかもしれないですね。タイブレークを見たいですね。突き玉のレベルが本当に高いですね。またブレークポイントです。川橋鈴木ペア一本でいきたいですね。うまい。うわー、触っちゃった。でかさゆえの代償もあるということでしょうか。おー、ナイスショット。
うわあ。あそこに立ちたくないですよね。この時市川選手ものポジションだったらもう僕後ろ向いてますね。よく前向いてましたね。高橋ゆずきペアがワンブレイクアップで高橋選手サーブです。ブレイク合戦が続いてるんでまたブレイクもしかしたらあるかもしれないですね。幅がすごい広い。よいしょ。はい、川橋ゆずきペアがキープに成功して 5-3 です。ここでもこれだけブレイクが多い試合なのでまだちょっとわからないですね。 5-4 になるとプレッシャーもまたかかってきますし、市川田島ペアはこのゲームをしっかりキープできればまだチャンスは来ると思います。うまい。おー、ナイスショー。川橋選手珍しくタッチ系のショットを使いましたがうまいですね。たまに やってたまにうまいっていうのがやっぱかっこいいですよね。おー、フォーティーサーティー。市川田島ペアがキープしました。次のサービスゲームかなり重要です。ここでゆずき選手はサーブでやっぱり押し切って終わらせたいんですけど、おそらく市川田島ペアはどうにかしてポイントを長くしようとしてくると思います。これをこうやってできれば単発か 2,3 発までで決めたいですね。ゆずき選手サーティラブです。もう1本いきたいですね。ちょっともったいない。おお、ナイスサーブ。あの身長であそこにスライスサーブ打たれるとフラット、センターのフラットと混ぜられるともう本当に取れないですね。マッチポイントです。2本あります。1本でいきたい。おお、狙いに来ました。ワイド。ダブルファースト打ちましたね今。さあこれが今のはちょっとリスキーな気がする。これはちょっとわからないです。市川選手粘ると思いますね。ああ。ブレイクポイント。おお、早っ。今ちょっとこの画質が追いついてなかった。テニスのケンさん、画質を上げましょう。これ以上上がらないかもしれないですが。おお、そうですね。このカウントでやっぱりロブリターン打たれる、返されるだけでもプレッシャーがかかります。ゆずき選手嫌な流れですね。5-5 になりました。視聴者的には面白い展開ですが、私がもし当人だったらかなり嫌な展開です。逆に言うと田島市川ペアはここをしっかりキープすればまた勝利へのチャンスがどん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 広がっていきますね。
ラブサーティン。サーブ。ですね、こうサーブがいい選手はやっぱりラブサーティンになってもこうやってサーブでサーブだけで取り返せるのが本当にいいところですよね。サーブがないとラブサーティンになったらまたちょっとじっくりやっていかないといけないので、サービスポイントが取れるっていうのはかなり強みですが、またブレイクポイントです。ブレイクが多いですね。本当にこの試合は読めないです、展開が。今のは入ったんですかね、どっちでしょうか。こういう時にホークアイ入ってたようです。デュースです。おー、いいショット。今普通の人なら真ん中に引っぱたくんですけど、このスペースのないとこからよく逆クロスに打ちましたね。これはもう川橋選手の努力の結晶が出たと言っても過言ではないでしょう。サーブ。キープに成功しました。田島市川ペアからセカンドセット6-5です。さあこのサービスゲーム、川橋ゆずきペアはちょっとプレッシャーかかりますね。絶対にキープしないといけないですけど、ちょっとこうゆずき選手のファーストセットのボレーミスがまた復活し始めてしまうかもしれないですね。サーティセットポイントです。ラブフォーティ、おー、ナイスボレー。川橋選手珍しくちょっと集中力が、マッチポイント2本逃したのがやっぱり影響したのか切れてるような気もしますね。にしても田島選手このタッチショットは本当に見事です。さあ、田島市川ペアから 4-6-7-5 でファイナルセットに突入しました。今日はこれで解説も終了させていただきます。ファイナルセットもかなり白熱した展開になると思いますのでぜひご覧ください。解説はノアインドアステージの坂井優斗でした。ありがとうございました。